今顔映ってないんですよ。ちょっとかがんでもらえると。あ、そうです。入りましたね。じゃあ本番入ります。はい、3、2、1。どうもこんにちは。こんにちは。よっしゃー、言ってよ、もう。はい、はい、ごめんなさい。今日はちょっとかがんでもらって、あの、シートが中心の撮影になりますんで、はいはいね、あれですね、あの、いよいよ、ダチから、シートを下ろされてきたということで、はい、今日はそのシートの説明の方をなんとしていただけるということで、お願いいたします。まあまあまあ、パッと全体が映ってるよね。はい、映ってます、映ってます、映ってます。で、これ運転席側の、はい、今ここなの。こう降りるところ。こう破れてるよ。はい、見えます。見えます。こうずーっともうこの辺に破れかけて、ここがパカッと開いたんだけど、はい、あとここね、はい、降りるときに、はい、潰しちゃって破れたっていう。それは仕方のない傷ってことですね。うん、なんだけど、どうしてもこう乗るときに割に高い位置だからよっこらしょってこう潰してあるのね、はい、ほんで降りるときにここへグッと乗っかって降りていくっていうのが、はい、このシートの乗降のポイントになるんだけど、はい、これね、うん、まあ下ろしてみてうすうすは気がついてたんだけど、はい、あの気がついたらここ革なの、はい、ここビニールなの、はあ、なの違うんですね、はい、うん、違う素材をここで縫製してるわけ、うん、だから伸び側の方の力が違うから革って基本的に伸びないよね、はい、ビニールって伸びたり縮んだりするわけ、はい、なんでその伸びと縮みの収縮率の違いで破れてるっていうのが一点、はい、ああそういう作りの問題があるんですね。作りの問題が一つ、あとはあともう一点が大きなところがこれがあって、はい、ちょっと裏返すね、はい、ここ見える、はい、見える、見えます、黄色いウレタン、はい、入ってます、スポンジのね、はい、形状なの、はい、どう、通常のシートってね、この形にウレタンが出来上がって、はい、その上にかぶせるような感じでかぶせるのが普通なんだよ。そうですね、見たやつは全部そうでしたね、うん、これここの割れ方見てなんか変だと思わない？そこだけしかウレタン入ってないですか？じゃない。え？ちゃうんですか？ここのウレタン、ここ盛り上がってるやろ、うん、盛り上がってるんですよ、見えないけど、いきますね、ここ盛り上がってますね、かっこいいですね、盛り上がるからここだけ盛り上がってる、はい、段差があります、うん、これね普通の車ってね、一般的な車ってサイドサポートってここの部分が硬くって、はい、ここが柔らかい、はい、逆なの。え、どういうことですか？そっちが柔らかいですか？こっちが柔らかくてこっちが硬い。おう、だから荷崩れしたみたいに降りていくわけですね。まあそういう設定なんだと思う、最初から、はい、うん、さあ、まあメーカーのわざとですよね、うん、けどなんか考えあってのことですね。そうだからこれね、実はここの部分って革でこうやってグーっててウレタンを抑え込んでこういうふうに閉じ込んでんの、はい、そうだから破れたらこうやって開いてくるの。なるほど、そういうだからどん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 開いていくっていうパターン、全部結局一番前まで来るだろう、うん、そうという問題点が、問題点があると、これで想像がつきます。へえ、なんで今回はちょっとこの辺を大加工する。あ、全部なんですね、前まで、うん、前ここまでしてあげる必要があると。ちょっと大加工して、型崩れしないように、はい、次破れにくいようにちょっと加工します。へー、だ持ち主の方も喜ばれるでしょうね、うん、まだ報告してないんやけどな、はい、そうやって、まあ、一応やり方そうしようかなと、というふうにこの間うちの若いのと相談して、はい、うん、というのがこのオーナーさん若干ちょっと足あんまりよろしくない、はい、動きが悪いんでどうしてもこうなりやすいっていうのがあるんで、はいはい、ちょっとオーナーさんに合わせて車作ろうかなというふうに。なるほど、はい、そうですよね、ましてはこんだけ車高も高いし、そうね、絶対そっちが、ね、乗り降りで摩耗する側やから、ちょっと加工もしてやる方が、そうそうそう、ね、もう何度も直さんで済むよってことですよね。そう、優しいじゃないですか、かっこやっぱ意外に優しいやろ。いや、 いつもお優しいです。本当は見た目と違ってこの方優しい方なんですよ。見た目やく、やからじゃないですか。おいお前って言ってるじゃないですか、いつも。いや、そんなことない、そんなことないか、愛情表現、愛情表現か、まあ、そういう特殊な愛情表現をお持ちなんかちょっと
オーナーさん合わせ、今回シートとかその材質合わせっていうのは普段やるんだけど、うん、でも毎回ポルシェの時もずっとやっておられましたもんね、オーナーさんの癖に合わせて少しね、ウレタンとかそういったものも考えて、うん、だけど今回はちょっともうちょっと踏み込むかな、はい、うーん、うん、でもきっと喜んでくれるでしょうね、もう、うん、もうこの辺は結構大改善するかなっていうイメージですわ。へえ、じゃあそれでこう丁寧に、うん、あのリペアして、はい、見た目だけじゃなくて乗り降りの、ね、耐久性も上げてあげると。そう、へえ、というふうなちょっと作業です。やっぱり技術職ですね、職人になる前にそういう細かい調整も行われるんですね。いや単純にさ、はい、破れたところこう埋めてもいいんだけど、はい、もうどうせ多分乗り方分かってるからさ、ね、ああ仲良しさんですもんね、うん、このオーナーさんもよく知ってるから、はい、もう乗り方もどういう使い方 もうよく知ってるから、うん、やっぱりそこにちょっと合わせていかないといけないかなと。なるほど。とあとオーナーさんはこれ一生乗る言ってあるから、ああなおさらね、なおさら誰の手にも渡らないっていうことだから、うんうん、あのその辺はちょっとオリジナリティ残しながら、うん、ちょっと中を大改善するっていう。なるほどね、はい、そうやって一人一人に合わせたオーダーメイト型のリペアに今回はなるということでよろしかったでしょうか。そういうことです。はい、じゃあどうも取材ありがとうございました、はい、ありがとうございます。